次に、えー、ベンゾジアゼピンについて質疑をさせていただきますあの。よくこれ、ベンゾジアゼピンって、ベンゾというふうに言われますけど、睡眠薬、えー、抗不安薬として処方がされております。で日本では今、700万人が服用しているというふうに言われておりますがで、これ、長期に使用すると抜け出せなくなると、深刻な離脱症状があるというふうに言われております。あの 興奮系の神経を抑える働きがあって、これをずっと常用していると、それに体が慣れてしまうと、だから急に便ゾを弾薬してやめると、この興奮系に一気にまた偏ってしまうというふうに指摘をされておりまして、そうすると、例えば、離脱症状として、怒りだったりとか、攻撃性だったりとか、震えが止まらないというお声もいただいたり、音とか光の刺激が苦痛になると。 いうようよなお声もありましたで世界的な問題となっておりまして、で日本でも2017年に PMDA が適正使用を呼びかけたとで、長期症を避けるようにと、また容量を守るようにと、でさらに追加で2021年、厚労省からまた注意喚起も出していただいていると、で先日、この便ゾの離脱症で苦しむ患者の皆さんのお話を、公明党の厚生労働部会、あの来ていただいて伺いました。 離脱症状にこの臨床で携わっていらっしゃるお医者さんの話も伺いました、でこれ、厚労省はさっき申し上げたように、何度も通知出していただいているんですが、残念ながら、今、現場の医師からは、あの患者さんの皆さんから伺ったのは、離脱症状の説明なく処方されていると、でまた、まあ、患者さんの言葉を借りれば、もう本当にこれ効きますよってキャンディーのように出されたと、まあ、確かにすごく効くし、非常にあの便利な薬ではあります。 でただ、だからこの PMDA とか厚労省から出していただいたこの通知なり注意喚起が徹底されてないんじゃないかと、で離脱症状を患者さんが訴えても、医師からはそれを認めてもらえなかったというような声も部会で伺いました、これ、改めて現場のお医者さんにしっかりこれ、伝わるように、徹底をしていただきたいというふうに思います、厚労省、お願いします。上医薬特徴 お答え申し上げます。ご指摘なのベンゾジアゼピン状態作動薬でございますが、えー、不眠や不安などの症状に使用されるものでございまして、長期の連用等により薬物依存が生じるということでございます、ご指摘のように、えー、急に中止した場合には、離脱症状が現れるというものでございます、恐れがあるというものでございます。このために、これもあのご指摘いただきましたように、添付文書にも、えー、その旨、使用上の注意事項として記載をいたしておりますし、 これもご指摘ありましたように、2017年3月の PMTA の医薬品適切使用のお願い、厚生労働省からの医薬品医薬機器安全性情報のについての発出、こういった文書の発出など、依存性、離脱症状についての医療現場への周知を図ったところでございます。 ま御指摘のように、えー、重篤副作用、疾患別対応マニュアルを作成して、ホームページ掲載等も行っております、ただ、今お話ありましたように、まだまだ、えー、医療現場での、えー、周知ということでございますので、今後とも、えー、医療現場で適切な対応がなされるように、しっかりと注意喚起に努めてまいりたいと考えております<上>伊に真一君あの、このベンズの離脱症状というのはあの、単に薬が欲しいとかという離脱症状じゃなくて、もう飲まないと苦しくって、もう。 どうしようもなくなって、飲まないとそれが収まらないという離脱症状です、でこれから抜け出すためには、あの徐々に一気にやめるんじゃなくて、徐々に薬を減らしていくしかないと、でただ、通常思われているような減薬速度でやってしまうと、あの非常に危険な状況に陥るというふうに患者の皆さんおっしゃっておりました、で厚労省は令和4年にこの便座の対応マニュアルというのを出していただいてます。 で服用量の減薬については、服用量の4分の1ずつを4週間から8週間かけて減らすっていうのが一般的なペースだというふうに言われてて、でも患者さん曰く、これ、ンゾの場合は離脱症状出てしまうと、3年とか6年とかかけないと、多分難しいんじゃないかと。 今回、部会に来ていただいた方のお話は、その方の体験は、4年かけて徐々に徐々に減らしてきたんだけど、あともう少しっていうところで失敗してしまって、も元以上の副用量に戻ってしまったと、多分一生涯自分はこれ、弾薬に時間かかるんじゃないかということをおっしゃってました、でそもそもこれ、まあ、薬事承認したのも相当前、まあ、50年ぐらい前の話だと思いますけど、薬事承認をしたときに、ここまでの依存症っていうのを果たして想定してたのかどうかと。 だから、まあ、どうこの薬事承認のプロセスでリスク評価してたのかということもあります、あのまあ、ただ、これまであった睡眠薬と比べて、効果だって、依存度だって、画期的だったのは間違いないと思うんですが、まあ、ただ、今ほどその依存性、依存性の評価というのは、政治に行われていないかもしれないという中で。 今回、この現在の今の最新の知見に基づいて、さっきのマニュアルも含めて、見直すべきところは見直していかないといけないんじゃないかというふうに思いますが、大臣からご答弁いただきたいというふうに思います竹見厚生労働大臣あの厚生労働省、2022年に、この重篤副作用疾患別対応マニュアルで、このベンゾジアスミン、ベンゾジア ベンゾジアゼピン受容体作動薬の減薬方法の一つとして、1、2週間ごとに服用量の25%ずつ減らしていく方法を記載しているところでございますが、今後とも、このベンゾジアゼピン受容体作動薬については、関係学会等とも議論をしつつ、最新のエビデンスに基づいて、適時、この見直しをしてまいりたいと思います。 今、大臣の方から適時見直しをということをいただきましたので、ぜひあの見直しを進めていただきたいというふうに思っております、これ、何よりもさっきの問いにもありましたように、申し上げたように、やっぱ現場の医師にしっかりしてもらわないといけないというふうに思っておりますので、医師への徹底も含めて、よろしくお願いしたいというふうに思います。